はい、皆さんこんにちは。カタリルームのカタリーです。今から始めるドラクエ10続きやっていきたいと思います。本日は、撮影イベントになります。これ以上下下がらないかな。ちょっと写真を最初に撮っていきたいかなと思います。で、視聴者様撮影会&これでいいかな、チーム撮影イベントになります。で、本日これだけの方がお集まりいただきました。どうもありがとうございます。早速ね、始めていきたいと思いますよ。あ、やっぱりあれだ、この妖精の服って色変えられるんですね。変えてる方いますね。いいですね。で、バラルさんはあの、ジコさん見えなくなってますよ。はい、こんなんでいいですかね。じゃあ行きましょう。ということで、いつも通りね、お一人ずつ、ご紹介したいと思います。それではお並びください。それではお一人ずつお並びください。時間の都合で、お時間の都合で、野田さん最初に小野田さん最初に OK。ではご紹介動画では撮っていきましょう。ご紹介動画撮っていきます。小野田さんから。小野田さんがね、ちょっともう早めに落ちちゃうということなので、最初にご紹介したいと思います。こうアングル失敗したな。ちょっと同じ高さでないとうまく見えない。かっこいいですね。黒に金の竜の刺繍が入っておりますですよ。で、二刀流の独眼竜って感じですか。金髪イケメン。いいっすね。ドラクエ初めて、やっと1年経ちました。ああ、1年ですね。なんだかんだ私ももう1年は超えましたからね。いいですよね、ドラクエ。長く遊べるというゲームは非常にいいと思います。あ、今思った。剣が日本刀と、洋風のサーベルトを持ってますね。おー、日本刀ってあるんだ。知らなかったわ。日本刀ですよね、どう見てもね。はい、OK です。OK です。で、小野田さん落ちるということで、お疲れでした。お疲れ。はい、では、お次は、では、皆さん。はい、皆さんは、猫耳です。あ、この弓はスライムではありませんか。そして矢もスライムの頭になってますね。お、これなんだ、課金アンテムかな。すげえ。で、赤と黒で、統一してますね。寝起きミラでありんす。はい、うん、まあ、私も似たようなもんです。非常になんかね、今日お眠なんですよ。いや、これは後ろを見せたいって感じですね。いいですね。非常に。欲しいわ、これ。ちょっと弓よな。弓のあの、ほとんど使ってませんが、こういうのあったら弓使いたくなるよね。そしてこの踊り、どなたかもやってたけど、これどこで手に入れんだろう、この仕草。知らんわ。あ、いいですね。猫耳。お猫さん。
可愛らしいです。OK です。OK です。お次は、オルトロスさん。はい、オルトロスさん。オルトロスさん、ちょっと下下がって、こんな感じかな。茶色と黒、茶色って言わないかな。エンジ色かな。非常に似合ってますね。そして弓が同じ色合いですね。あれ、尻尾ってついてんだしたっけ。尻尾が可愛らしい。非常に可愛いですね。可愛い。なんかお似合いですね。すごく可愛く見えますね。見かけたら声かけていただけると嬉しいです。 OK です。何今の仕草、あれ知らないし。あんな仕草のなんか持ち上げられてましたね。いやー、いいですね。弓までコーディネートしてるのがいいですね。非常にマッチしております。かっこいいですね。かっこよさ、可愛らしさの中にかっこよさがあるという、そんな感じでしょうか。 OK です。 OK です。お次は高菜さん。高菜さんは非常にラフな格好で、しかも今新しいこのリュックサック、シンプルパーカー、新作のシンプルパーカーなのか。これパーカーにリュックサックがくっついてるんでしたっけ。確かね、課金アイテムであったような気がするんですよ。ちょっといいなと思いつつ、これが本物実物ですね。いいですね。これもやっぱ後ろ側取らないといけないですね。この中には、300円までのお菓子が入ってるそうです。いや、私が今勝手につけました。今日はお菓子を持って参加でしょうか。おにぎりも入ってそうですね。いいですね。パーカーいいよね。で、この短パンに、普通の、なんていうんですか、靴に注目ですね。靴が普通のスニーカーというか、遠足に行く感じですかね。いいですね。あ、ちなみになんか目の色とパーカーの色が合ってますね。いやー、いいな。これ本当にね、物を入れられるとね、いいんですけどね。そこがちょっと、そこまではいかないんですけど、でもこれいいわ。欲しい。 OK です。 OK です。はい、次は、エルドラさん。はい、エルドラさんはお手手に紫のキャラがついてますですよ。これ何のキャラだろう、ちょっとわからないけど。で、黒と、白ですね。ボーダーのコーディネートで黒いリボン。そしてなんかね、さっきいろいろ仕草やってたんですけど、エルドラさん仕草いっぱい持ってますね。私の知らない仕草いっぱいあってました。このお人形縫い目だよね。このね、縫い目がなんか雑なとこが可愛らしいですね。ほら、いろんな仕草。これは持ってないな。お目目が赤いところがね、また特徴的ですね。で、人間でないのにすごく可愛らしくやってますね。私こんな可愛くなんないんだよな。同じ種族なんだけど、同じ種族なのにどうしてこうも違うのかよく分かりませんが、可愛らしいですね。この文字してます。文字。このお人形はこれも課金アイテムなのかな。なんか手にくっつけるの今最近いろいろ出てますからね。そのうちの一つかな。もじもじしてます。 OK です。
いいですね。OK です。お次はではジーコさん、本日のジーコさんは紫、そして服はいつも一緒なんですねの色違い、一発でジーコさんって分かるとこはいいですね。もうこの格好はジーコさんみたいな。俺様ダークネスジーコ、おお、なるほど、ダークネスジーコね。でこの武器がダークネスをさらに誇張してますね。いいですね。武器も多分色変えてんだろうな。このこだわりが素晴らしいですね。この服にこだわってそれぞれの服に合わせた、シャーロックジーコ、ダークネスジーコとかね。俺の狙いは、ダークネスショット下世、この世を征服すること。なるほどテーマを持ってやってるんですかね。すごいいいですね。そしてなぜか、ヒゲを剃り忘れたんでしょうね。これはね、猫のようにヒゲが生えておりますね。ヒゲ剃り忘れてますよいいですね。このジーコさんらしさが非常に、にじみ出ておりますです。はい、OK です。 OK です。お次はリンさん、はい、リンさんです。パッと見この盾がすごい特徴的ですね。よろしくお願いします。そして全体的に、ブルーで決めてきましたね。いいですね。ブルーってあんまりないですからね。ブルーを使ってる方少ないですよね。でこのメガネは青く塗れるのかな。メガネ色塗れるの、青い目に青いメガネ。あ、ちょっとメガネ色塗りたいわ。いいですね。リボンも同じ色にあげて、やっぱ色でコーディネートってのはいいな。そして武器を持たせて特徴を出してますね。こう武器もなんて武器かわかんないけどかっこいいな。落ちますね。 OK です。お疲れです。お疲れ、お疲れになっちゃったお疲れになっちゃったけど、はい、リンさんいいな。この青いやっぱ参考になりますね。色で固めてくるっていうのはですね、同じ服装でも色を変えることによって全然印象変わりますよね。で全体的にこうやって見ると分かるんですけど、青ってね使ってる人少ないのでかなり目立ちますね。いいんじゃないでしょうか。青いメガネが気になるわ。いいですね。これ赤いメガネを青くしたのかな、そんな感じですね。確か赤いメガネはこんなデザインだったと思うんだよな。 OK です。お次は次は胡椒さん、胡椒さんかな、はい、女の子ですね。女の子はなかなかいないんですね。私ね最初ねこのキャラにしようかと思ったんですよ。今年の5月から、おー、いいですね。盾が頭より大きいですよ。素晴らしいですね。緑色の肌にこの服の色がね非常にマッチしてますね。ちょっと薄緑の服なのかな。ほぼ同じ色に合わせてきていい感じですね。走り方がね可愛いんですよ、この女の子のねキャラ。あのドラクエのなんだっけ PV かなんかみたいなのに女の子がね登場するんで、あ、ミッケ、スライムベスの耳飾り、あ、これは盲点だわ。今下から覗かなかったら分かんなかったですね。ほら上からだとね分かりにくいもんね。おー、見つけました。可愛らしいですね。いいですね。胡椒さんぜひね走ってる姿鬼ごっこで
見ていきたいと思います。はい、 OK です、 OK です。お次は、では リリスさんパッと見黒、そして、ブーツが茶色ですね。この姿は見たことないな。この帽子どこからの帽子だろう。最初にあのクエでもらう帽子かな。でもちょっと違うかな。いいですね。この服も可愛らしいですね。袖口が白いのがポイントでしょうかね。非常に可愛く、あのなんていうの、肩のところが、肩のところっていうか二度腕のところがふっくらした感じのお洋服ですよね。そしてこの髪型と帽子が合うのかな。そこがなんかすごい可愛らしいですね。こっちはさっきの多分同じデザインのメガネの黒なのかな。もしかしたらこれも赤を黒に変えてるのか。もともと黒だったかな。私もメガネいくつか持ってるんですけど、同じデザインがあったような気がするんだけどな。可愛らしい。あ、尻尾がついてました。尻尾がついてました。気づかなかったわ。白い尻尾がついてます。ブサちゃんの尻尾みたいな可愛らしいですね。あれ、自分にもついてました自分にもついてましたよ、尻尾が。知らなかったぞ。 OK です、 OK です。次は、ではルッカさん。お、なんか剣がすげえぞこれ。オレンジの剣、初回特にないです。剣がすごいな。すごく綺麗な色の剣ですね。これも色塗ってるのかな。あ、この仕草最近流行りですか。これなんかいいんだけど、これ欲しいな。そして、ちょっと白と、黒じゃなく灰色ですかね、で合わせてきて、リボンもそれに合わせてきたという感じですね。あ、いいですね。それに対してちょっと、地味めな服に派手な剣って感じでしょうかね。で、剣が目立つので、そこがあの特徴ですよね。よくまとまってますね。うまいですね。これで服も派手だとね、剣が目立たなくなっちゃうしね。だ、地味めな感じにして剣を派手にするといううまい組み合わせですね。剣がかっこいいな、これ。ちょっと光ってますね、オレンジ色。リンさん落ちちゃいましたか。 OK です。あれ、いるんじゃない、いいんじゃないですか。 OK です、 OK です。では、しおりさん、しおりさん、しおりさんよろしくお願いします。あ、来ましたね。あ、やばいやばい、走っちゃった。はい、来ました。もうちょっとアップにならないかな。しおりさんは私よりも小さいぞ。私も小さくしたのにあ、何今の、なんか飛んだよね、というか浮いたよね今。青っぽい盾が特徴でしょうかね。そして赤と白ピンク、可愛らしいですよね。あ、これなんか新しいやつ。さっき誰だっけ、オルドロスさんでしたっけ、これやってましたよね。あ、いつまでも何ぶら下がってるとか捕まってんの。うわ、なんか面白いな。可愛らしいですね。髪の色は私と一緒の色かな。赤いちょっと特徴のある色ですよね。で、服の縁が多分同じ色。いいですね。なかなかお似合いですね。このちっちゃい体にね、なんかすごく似合ってるのがいいですね。
しおりさんっていうとなんか可愛らしいっていうイメージが私の中にありますね。いいですね。とっても可愛らしいです。 OK です。 OK です。では次、ではともさん、ともさん、お、なんか持ってるし、これは私はなんだかわからないけど、あのダコちゃん人形ですよね。ダコちゃん人形シリーズ、ダコちゃん人形シリーズ、あのダコちゃん人形自体は古いんですけどね、このドラクエの中で新しいですよね。そして全体的に黒で、あのこの下の何ですかね、スカートじゃないんですけど、あれが縁がちょっとピンクっぽい色が特徴ですね。そして独眼竜、いいですね。ちょっと若い少年っぽい雰囲気ですよね。背も小柄なん でこのダコちゃん人形と髪がだいたい同じような色で、これ何のダコちゃん人形かな。この服はあれだよね、見たことあるな。これってあれかな、新しい世界のこのやつかな、あの触ると力が抜けちゃう子、名前がちょっとわかんないですけど、あ、このシグさん持ってないぞ。トムさんいいですね、かっこいいですね。 OK です。お次バゼルさんで最後かな。 OK です。最後はバゼルさん来ました。かっこいいですね。なんかなんだっけ、武士っぽい雰囲気、まあ髪型が武士っぽいせいもあるのかな。ただ剣も持ってるし、だけど日本の武士とはまたちょっと違うよね、雰囲気がね。金色っていうのがすごいですね。黒に金ってやっぱ映えるな。これも竜ですね、黒に金の竜。そして剣が二刀流で、最後は悲しい気分です。じゃあその分ちょっと長くしましょうかいいですね。そしてこの、メガネというか、なんていうか、これメガネとは言わないんでしょうな。髪型に合ってますよね、すごくいい感じ。まあ、あの全体的に黒い中にこの金色と腕の赤が、まあ上着が赤なんですけどね、前から見ると腕だけ赤っていう感じのが目立ってていいですね。かっこいいんじゃないでしょうか、かっこいいんじゃないでしょうか。おお、変わったぞ、なんだ変わったぞトナカイがいるから帽子はサンタクロースバージョンなのかな。一気になんか可愛らしくなりましたね。変わりました。ここも金が入ってますね。なんとも言えないですね、赤い白リボン、ちょっと女の子っぽい雰囲気の、でもこのイケメンさがありですね、余計なんかイケメンさを増してる感じに見えますね、この色合いがね、服の特徴といい、素晴らしいですね。OK です。OK です。さて、それでは、皆様、全員、ご紹介動画、撮ったかな？ということで、丈太郎さんまだ撮ってない？丈太郎さん撮ったっけ？撮りましたっけ？撮ってないような気がするんだけどな。
そこのバザーで。まだですね。ではどうぞ。ではこちらへどうぞ。 OK です。来ました。うお、なんかすげえぞこれ。第一印象はガッチャマンみたいな印象を受けました。このツバのくちばしみたいなね、金色のツバにこの下にちょっと怖いお面をしておりますです。いいですね。なんかどっかの兵隊さんって言ったらちょっと失礼だけど、どっかの国のそういう感じの兵隊さんみたいな感じですね。後ろ武器が、あ、探検持ってんですね。お、急遽来ました。 OK です。ほほほほ、あ、この剣ね。あ、この剣じゃないや、盾か。どっかで売ってるに合うな盾なんでしょうな。さっきもありましたからね。茶色に黒に赤い髪、赤い、あ、髪の色は一緒じゃないでしょうか。一緒じゃないですかね。あ、やっぱこの金のつばにこのお面がね、非常に合ってますね。大根いいですね。かっこいいんじゃないでしょうか。なんか勲章みたいのもついてるしね。これなんだろう、服についてるのかな。なかなかいいですね。あ、そういえば今日中見なかったですね。全員見なかったんで一人も見ないことにしましょう。特徴知りたかった人申し訳ないですね。中見るの忘れちゃったわ。今思い出しました。最後で OK です。ではですね、皆様も鬼ごっこの準備をされておりますけども、この辺でね、動画の方一度切りたいと思います。そして、この後ね、鬼ごっこ動画の方を引き続き撮っていきたいと思います。以上、イベント第1回目、前半ご紹介動画でした。最後まで見ていただきましてどうもありがとうございます。